はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。今日は7月5日金曜日、時刻の方は21時37分です。ぴょぴょー。はい、そんなわけでね、今回はまあいろんな情報、ちょっとね今ね、今いただいた情報の中にたくさんの情報があって、まあ、その中のね、一部分をちょっと抜粋いたしますね。ガンちゃんさんね、ありがとうございます。4月3日にトラシム、そして本日裏もなしもともに8月から使用開始で契約しました。ありがとうね。元気なおじいさん並びに小町インターネットさん、クーポン情報ありがとうございます。で、現在チャット Wi-Fi の SIM と iVideo の 601HW を使用しているのですが、iVideo の 601HW が先月28日に 94GB ほどで規制がかかり、どうしようかと試験中でした。これからも動画楽しみにしていますということでね。裏もなしもの新規契約時に3780円ではなく3720円の表示になっておりました。ありゃ、またギガトラ Wi-Fi もモナと同じくキャッシュ使いますということでね。そうなんだね。ギガトラもキャッシュ使えるんだね。本当ね、よかったよかった。で、今回は、その iVideo の 601HW が94GB、100GB 使えないで速度規制がかかってしまってるっていうね、まあこの事実ね。28日だからね。でも28日に規制がかかって29日、30日とね、使えなかったわけだね。それでね、iVideo のその601って、まあどういうプランなのっていうと、はい、実はね、このプランになります。大容量プランね。何ギガとは書いてありません。まあ大体ね、iVideo の場合は大容量プランというと、まあ100ギガプランのことになりますね。で、この 601HW が誕生した時は、100ギガプランとしてね、誕生しました。で、値段がすごい高いので、借りる人があんまりいなくてね。で、当時サンマリオン Z-T と同じ値段にしてたんだね。まあ原価の問題だと思うけど。それで借りる人がね、ほとんどいない。なんでかっていうと、最速612MB を誇っても、それを出せるところがほとんど存在していないっていうね、まあ、そういう事実が分かって、誰も借りる人がいなかったんだね。それで、誰も借りてくれないから、無制限してね、嘘を言って、虚偽記載で、レンタルしました。まあ、そうしたところね、まあ、プラシロハさんとかもね、無料で、まあ、1ヶ月ってことでね、その601の無制限をサンプルで借りて検証していたら、まあ、100ギガでね、制限食らってしまった。あれ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 ってことでね、これおかしいねってことでね。で、まあ、その前に元気なおじいもね、あれ、これってもともと100ギガで出してたのが無制限じゃないのってね、おじいが疑問に思ってね、動画出したんだね。そしたら、やばいって感じでね、ね、差し替えたらまた嘘だってバレるから、ね、無制限プランと新登場100ギガプラン、新登場で出してね、で、1日経ったらその無制限を消したっていうね、そういういわく付きのやつだったんだけど、まあ、この 601HW、もともと100ギガプランなんだよね。まあ、にもかかわらず、お値段は強気の、はい、4000円とね、なんでこんなに高いのってね、4000円ね。で、その横にはね、501がね、同じ100ギガで3400円。まあ、この間まで300ギガ3400円でね、出してたと思うけどね。まあ、なのに、強気の4000円とね。で、まあ、これ4000円なのに、4000円も払って、100ギガプラン借りてるのに、100ギガ使えなくてね、28日に撃沈してしまいましたってことだよね。iVideo の 601HW が先月28日94ギガでね、まあ、規制がかかり、どうしようかとね、試案中でしたってことだよね。そりゃ困っちゃうよね、本当ね。まあ、大容量ね、大容量どれぐらい使えるのってはっきり書いてないしね、まさか100ギガいってないのに4000円払ってだよ。4000円と800円ね、4320円払って94ギガで速度規制だよ。考えられる？これ。かわいそうだよね。だもう iVideo はもうここまで落ちてしまった。ほんとね。もう目をつけられたのかもどうかもわからないけれども、
実際にね、もう、元気なおじいはおすすめできるところではね、なくなってしまった。本当ね。まあ本当ね、まあアイビデオはね、おじいが情報を始めてからね、ものすごい台数応援してもらってね、本当昔は良かったんだけど、今は本当ちゃんと使えないね、そんな品質低下だよね。で、使えないのでね、お客さんのクレームはもうガチャ切りしたりとかね、返信が来ないとか。おじいもそうだよ、 LINE で連絡しても都合の悪い質問はしかと、ね、でそうでないものは即答、ね、大体そうなんだよね。だからそのやり方がね、うーんって感じだね、うん。まあ、だいぶ昔と今とね、すごい変わってしまったなっていうのがね。で、扱ってる商品がね、まだそれでもちゃんとしてるならいいけれども、もう全然ダメでしょこれじゃ。4,320円払って94ギガで撃沈って何よありえないでしょこれね。だからね、本当ね、おじいもすごい辛いよ。すごい辛いんだけれども、でもおじいはやっぱりね、そのありのままの真実しか動画に残せないんだよ本当に。でやっぱせめて情報を見てくれる人は、ね、いいものはいい、ダメなものはダメで、その時の時代に合ったものでね、ちゃんと自分が判断して、自分だったらどの道を選ぶっていうね、もうその時その時にね、厳しいかもしれないけどね、あんなにアイビデオアイビデオでやってきたけど、もうこういうの聞くとね、やっぱりそのね、皆さんにやっぱ危険信号を出さないといけないなって。まあ、でもおじいがいくら危険信号を出してもね、もうアイビデオがダメだよって言ってね、富士 Wi-Fi 危険だよってのと同じようなもんだからね、本当ね、富士 Wi-Fi 気にならないと個人攻撃受けるよって言ってね、言ったってね、まあ、誰もこうでしょ、ね、まあ、それと同じなんだよね。もうある程度大きくなっちゃったら、もうあとはどんどん山となるっていうかね、もうポイって感じなんだよね、うん。まあ、ちょっと残念なんだけどもね、もう100ギガ使えない 601HW がまあ大容量ね、大容量だよ、大容量ね。まあ、だから100ギガ使えるとは書いてないね、大容量ね。94ギガでも大容量、そういう使い方なんだよ。普通違うよね、この大容量っていう使い方の意味が本当は違うよね。もっといっぱいサービスしてるんだけども、表向きあれだからってことでね、そうやって使う大容量だったはずなのにね、100ギガ使えないでも大容量ですっていうね、そこまで落ちたかね。まあ、ただね、ダメなところをね、ダメ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 ってね、言ってるだけじゃね、脳がないんだよ。じゃあ我々は、じゃあそんなダメなアイビデオね、情報があったら、じゃあどうしたらいいんだろう、どう自己防衛したらいいんだろうね。元気なおじいは、そこのところをね、考えて、皆さんに、とね、考えていきたいと思いますってね、こうやってね、どっかのチャンネルみたいにやってればね、おじい先生ね、少しはまともな YouTuber になれるんだよね、本当ね、うん。ダメなものをダメで言ってるだけだね、本当脳がないね、ただ叩いてるだけなんだよね。うん、我々はどうしたらそれを回避できるのかね。だからアイビデオが大容量で4000もね、高いのに601をね、快適だって出した。でもその快適なところで使えるところが実際にほとんどありません。ね、で、100ギガ使えれません。ね、いや、やばいよね。うん、いや、やばいのは分かった。でも我々はどうしたらいいんだろう。ね、そういうところで借りないのが一番、ね。やっぱ確実にちゃんと使えるところね。だからモナ Wi-Fi とか、ギガタラ Wi-Fi とか、ね。ちゃんとね、最低限の保証してくれるところ。ね、モナ Wi-Fi、ギガタラ Wi-Fi、ね。最低限の100ギガ使えなかったら、即座に交換してくれます。モナ Wi-Fi、ギガタラ Wi-Fi の、ね、責任者の方が、ね、ちゃんと交換してくれます。元気なおじいのね、クーポンで入ってくれた方は、もうちゃんとそこまでね、おじい責任持ってやってるつもりです。だから中の方はね、ちゃんと対応してくれます。100ギガ使えないなんてね、ありえないよ。で、皆さんもそう思ってるでしょ？ 100 ギガで
泊まるってことはないよって思ってるでしょ。あるんだよ。アイビデオはね、この間、20ギガだっけか。ね、20ギガ使って止まっちゃったっていうのと、あと何ギガだっけ、20ギガと何ギガだっけ、もうちょっと少ない人いたよね。2人いたよね。つって、そりゃないだろうってなったけどね。いや、これがアイビデオの事実なんだよ。で、救助で止まったりね。だからね、アイビデオはね、結構ね、速度制限ビシバシビシバシ食らってるんだよ。サマリオン ZT 以外。それでさ、もうそういう前科のあるものは、ほとんど癖がついちゃうんじゃないかってね。レガリアさんがね、富士ワイファイのサマリオン ZT がそうだったように、まあ、そういうものなのかもしれない。もしかしたらね。なのでね、本当に、まあ、残念なんだけどもね、アイビデオはどん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 ね、品質が低下してね、速度制限までがものすごい速くなってしまってるね。いろんなものでね、踊らされてるかもしれないけどもね、まあ、お値段に見合わないものもだんだん出てきてるんでね、やっぱりちゃんと使えてなんぼなんで、モナ Wi-Fi とかギガタラ Wi-Fi ね、こういうところで使うのがやっぱ安心じゃないかなと思うよ、ね。もうおじはもう散々そういうのね、またここもか、ここもか、ここもかでずっと見てきたからね、あそこもダメ、ここもダメ、お前もかみたいなね、ずっとそれでずっと回してやってきてるんだから、どっかないのっつってね、そのうちどっかちゃんとしたとこが出てくるってね、ずっと信じてレンタル Wi-Fi の情報をつなげてきたら、モナ Wi-Fi とギガタラ Wi-Fi がやっとそんなね、良心的なね、業者さんとして名乗りを上げてきた、そういうことなんだよ、ね。だから本当ね、悪いものはね、みんな右に習いでね、で、綺麗事言ってたら商売になんねえよ、つってね。そういう業界です。まあそんな中、モナ Wi-Fi とギガタラ Wi-Fi は、ちゃんと抑えるところはね、サポートをしっかりとね、最低限の保証を抑えるところを抑えて、信頼でやってます。ね、だから、おじいも、その、見極め時期っていうのがね、おじいも、この情報をずっとね、このチャンネル、ね、立ち上がってやってきてるんでね、本当長く見てきてるんで、このレンタル Wi-Fi のこの中身については本当にね、毎日毎日ずっとね、朝から晩までもうレンタル Wi-Fi にねずっと関わってね来てるわけなんでね、だから本当そんな流れが手に取るようにわかるからね、だからもうちょうど引き際ってのがあるんだよね、だから元気なおじいのチャンネルではね、アイビデオはねちょうど引き際だと思っておりますね。まあこれを機会に本当ね、モナ Wi-Fi もしくはね、ギガタラ Wi-Fi。300ギガ使えるシムがね、モナ Wi-Fi で安く借りれます。ね、こういった安いスマホの1個も買って、テザリングで使ってるのがね、一番いいです。速度が速いから。わざわざルーター使ってるとね、遅いから、テザリングが速い。ね、相性もないし、テザリングが速い。ね、で、100ギガあれば十分な方は、事務手数料がゼロのギガタラ Wi-Fi で入ればいい。ね、ちょうどいい状態になってんじゃん、今ね。そんな感じで。どちらもね、ステッカーがつく。ね。モナ Wi-Fi のステッカーもつくし、ギガトラに行けば元気なおじいとのコラボのね、ピカピカした、ピカピカって言っていいのかな、パッね、かっこいいステッカーがね、いただけるし、ね。どちらも楽しいでしょう。ね。どちらもちゃんとしっかりしてるからね。どちらの代理の方もね、ちゃんとおじいとね、直接電話でやり取りするからね。おじいの監視厳しいからね、ほんとね。まあそんな中ね、おじいのとこチャレンジャーで来てるわけだからね、ほんとね。なので、ね、おじいは、ね、もうこの90何ギガでね、速度制限食らっちゃって、こんなん高い値段で601借りてて、やるせないよね、ほんとね。皆さんで自己防衛しましょう。ね、はい、そんなわけでね、21時51分なんでね、おじいちょっと、ね、イオンのとこ行ってね、ちょっとダッシュで酎ハイ買ってこようかな、あとね。今日は、まだいっぱいね、入ってくれた人が多いみたいだからね、お祝いだ今日はね、いっぱい飲もう。じゃあね、またね、バイバイ。